はい、皆さんこんにちは。久々の登場、たけしです。たけしキャンプに来ております。たけキャンプというね、あの企画を考えておりまして、構想から1年ついにね、あのキャンプに来たわけですけども、ギアを、3年ほど前に購入してたんですけども、あのしばらく寝かせておりました。なのでついにね、日の目を浴びるということでね、ちょっと拙い映像でありますけれども、ちょっとね、あの見ていただければと思います。自然豊かだね、いいキャンプ場ですよ。野鳥撮影もできます。コメさん何してるんですか？巻き集めしてます。巻き集めですか？乾燥したやつ、はい、がいいと思います。はい、蓋をつけます。今晩のね、ご飯のね、支度をしております。これただの申しですけども、あのね、ご飯を炊いております。今日はね、あのインドカレーを外でね、作っておりますけども、タフマルさんがね、大活躍ですね。おー、すごい溢れてきます、ね、後で掃除が大変そうですね。今日は何を作りますか？今日はインドカレーって言いましたよ。これは何ですか？これはね、カレーベースって言ってね、あのお肉を入れる直前の状態、これにお肉を入れて水で伸ばして、最後にあのガラムマサラっていうミックススパイスを入れれば、もうカレーが完成するっていう優れものなんですけど、こいつとあのターメリックライスを作ってるんで、あっちにあるよ。そう、ターメリックライスにこいつを合わせて食べるっていうのが、あの竹下たちは好きなんですけど、5時57分というね、まあ、ちょっと早めなんですかね、まあ、焚き火をしつつ、まあ、今ね、ご飯の支度をしてるわけですけど、ここにお肉を入れるんですけど、まあ、もうあの切ってきたやつ、事前に切ります。切ってきたやつです。ゴミはちゃんと持ち帰りましょう。そうですよ、いい感じに燃えてます。6時です。カレーが。このキャンプ場はね、青森県のですね、奥入瀬町、奥入瀬町というところにありまして、6時の鐘がですね、この、何でしたっけ、星に願うようでしたっけ、なんですね。はい、ここにね、まあ、100ぐらいなんですけど、水を入れますので、まあ、適当です。早く入れないと焦げちゃう。適当。こんぐらい？うん。こんぐらいかな。まあ適当です。あとは水分飛ばしたりね、足したりしながらやる。これであとはお肉に火が通ればね、いいですね。こちらがね、あのガラムマサラというね、あのミックススパイスになりますけど、これを入れていきます。ちょ、まあ、小さじ1ぐらいと、こんぐらいありますね。これいろいろなスパイスをね、自己ブレンドしてます。あの、なんかコメントがありましたら、あの配合を教えるので、ぜひね、よろしくお願いします。いいですね、ちょうどね。
美味しそう。はい、本日の夜ご飯キャンプ飯はスパイスカレー、たけし特製スパイスカレーです。いただきます。たけキャンプ、うめえな。美味しいね。もうね、ご飯も食べて、だいぶ夜にね、なってね、この焚き火も、もう薪が終わりなので、もうじき片付けて寝ることにしましょうかね。はい。というわけで、また明日もね、迎えましょう。ございます。今日は朝、超熟イングリッシュマフィンをね、このフライパンで、エッグベネディクトソース作ってきてるんでね、目玉焼きでエッグベネディクトを、ね、作っていこうかなと思います。ベーコンをね、焼けたベーコンをね乗っけまして、ね、皆さんおはようございます。今はたけしが朝ごはんを作ってくれています。今日のメニューは何ですか？さっきも言いました、エッグベネディクトとコーヒーです。目玉焼きでね作るんですけど、普通はね、コーチドっていうねもので作るんですけど、まあ、めんどくさいので目玉焼きでもいいじゃないかということですね。オランデーズソースっていうね、まあ、ちょっと可愛いものに入っておりますけど、そんなにはいっぱいかけれないけど、完成しました。コーヒーをね入れて、エッグベネディクトですよ。結構オシャンティーにできたんじゃないでしょうか。ね、撤収がね終わりまして、今帰宅しますけども、次のね竹キャンプどこに行くか分かりませんけどもね、いつになるか分かりませんけど、何かこう欲しいカットとかね、こういうカットあったら面白いんじゃないみたいなのがあったらね、ぜひコメントしていただけると嬉しいと思います。はい、どうでした？ボメちゃんはとても楽しかったです。楽しかったですか？どうでしたか？楽しかったですね。ファーストタケキャンプでしたけど、はい、美味しいカレーとエッグベネディクトを食べ、最高でした。ありがとうございました、はい、ということで、次回のタケキャンプでお会いしましょう。バイバーイ。I'm sorry but it's evident you're on your phone 24/7, no reply when I text at 10 past 11, and I swear you only tell me what I wanna hear, the real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here, honestly right now I don't really see no love in here, but I saw something in you, something in us, but I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had at Parker's, can't listen but finish what I started, paint a picture like an artist, you're looking like the victim. But really, I am the target, and I ain't asking for anyone's energy. I swear medically I'm needing a remedy or therapy to stop myself feeling